XK8 は大韓民国の S&T イウが開発したブルパップ方式の試作アサルトライフルである。ダー2 1の別称も使用される。XK8 は韓国軍の主力小銃である K2 の更新を目的として開発された。本銃はかつての K2 の開発計画とは異なり、S&T イウが独自で企画、開発したものである。2005年には S&T ダイブが国防部に対して XK8 のフィールドテストを提案したが、当時の国防部は K11 複合型小銃を K2 の後継として運用することを想定していたため実施されなかった。K11 複合型小銃の配備計画が事実上撤回された現在においても国防部は K2 の改良型である K2C および K2C1 を 主力小銃として運用する方針であり、XK8 が K2 シリーズを更新する可能性は低い。また、海外へのセールスも行っているが、運用実績が皆無であることも影響し、採用例は現在のところ一切ない。XK8 の構造は、K2 をそのまま、ブルパップ方式に回収したものであると誤解されることがあるが、K2 の作動機構は、 ロングストロークピストン式であるのに対し、XK8 はショートストロークピストン式を採用しているなど異があり、メーカー側の担当者はあくまで新規設計であると語っている。XK8 のフレームはポリマー素材を使用しており、右側にハイ、鞘口、左側にコッキングレバーを備えている。セレクターはセーフティ、セミオート、サンバースト、フルオートの4ポジションである。 使用断層は M16 及び K2 と共通のスタナグマガジンである。また、ピカティニーレールには標準アタッチメントとして3倍率照準機とレーザーサイトが装備されている。ありがとうございます。